これなんだっけね、このたい焼きのさ名前なんだっけ。この間コウが間違えて書いたやつ、たい焼きの名前、たい焼きの名前なんでしたっけ、このピンクのたい焼きの名前、ピンクのたい焼きの名前なんでしたっけ。パネル桃色たい焼きちゃん、あれは作ったやつじゃなくてもらったやつです。もらったやつをかけていこうと思って、そうかけました。見て、もらいましたプレゼントで、結構前の、いつだかな、もらったの。なんかこれね、なんかスマホを練習するときに使ってるやつがあるんだけど、あれでかけてて、これね、だからどうしてもなんか壁にかけるやつを買ったんだけど取れちゃってつかなくて、なんかこうやって2枚を一緒に飾れないっていう、だからこういうやり方しかできなかったんです。なかなか難しかった。秒で穴開けれないしさ、難しいんです。こっちゃんのセリフ見てたり、せんかくお姉さんたまに追ってました。あ、なんかさ X に書いてた、ひどいひどい、ダメだよ、良くない、ダメだよ、ダメだから、ダメだよ。今さチーム S のさ声見てたんだけどさ、あの DMM でね、終了グッズだっけ、なんだっけ、なんて読むんだっけ、買ってください。こうそれ漢字調べたんだよね今日、納涼だった。いや、ここ終了って終了って打ったんだけど、納涼ですね。違う？え、なんか違かった？あ、近かった、糸編なんだ。え、じゃあここさ本当に終了って打ってたんだ、ごめん間違えた、納涼です、納涼ですね、終了になってました、本当に終了ってだと思った。あのボケとツッコミね、見たよ。
ここはボケれないし突っ込めないので、突っ込みでテロップの桃色たい焼きちゃん、桃色のたい焼きです。まんま桃色のたい焼き。アイボリーム、あ、ボケなんだここ。じゃあボケで、ボケでよろしく。昨日女の子多かった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 ね。そうだね。なんか変、顔変だね次は 95% ダメだよ。 100% だから。 100% だよ。マキコさんとお話できた。マキコさんとはあのアンコールの楽園の階段出てくるところが一緒だったので、そう、そこであのお腹が冷えるねっていう話をしました。昨日後ろの席に強い音と思う。あ、名前言っていい、 いいんだけど、これ言っていいのか分かんない。普通にね、隣の席だったんだっけ。なんかなんかで見た。なんかそのこのこのおたそもさんのあのこの豚のあのその人はなんかシュレッダーにかけてくださいって言ってるのに、かけなくて、なので皆さんかけろって言ってください。12期のうちは作りすぎてお見送りが忙しい。作りすぎなんだよ、作りすぎなんだよ。スークの目また見たいので当ててください。当ててください。頑張ってください。頑張っててください。多分ここ以外にも押そうとしてたりとか見ようとしてたりすると当たらないと思います。で本当にね、なんかね12期一人だけって約束したのに、したから、約束個々の中でしてるから、したのに、したのにね、よくない。制服の目おじさんになりたい。制服の目おじさん、制服の目おじさんが踊るってこと。制服の目の日決まって、仕事か用事やって見に行きたいのが21日発表されたよね。21って何曜日、平日。またさつきちとお子ちゃんのお金にだよ。頑張ります、頑張りますね。あんまりね、ね、なかなかね。制服の目にたくさん入ってる人、あ、そういうこと。たくさん入ってる人が制服のおじさんっていうの。そうなの。踊ってるんじゃなかった。
話の刀昨日のやつ。ありがとう、たい焼き、ピンクのたい焼き。中二キャー、こっちゃんとミアリームだけで他のキャー聞かないでね。え、聞かないでねっていうことは聞いてねって言ってるの。歌は、だって歌はもうここで一人で歌ってるのでここでね、自分でやってるの、自分で歌ってるの、自分で歌って歌ってるの。いろんなユニットできるようにみんなもお願い事しといてね。枯葉こっちゃん入れますか。自分の中ではいつかやります。推し変しそうで、え、ダメだよ、ダメだ、推し変したらね、困るんだけど。推し変しそうなら一回制服の目公園に入ってしまったら他の人を見てしまうので一回お休みした方がいい。こっちゃん絶対バケる、ありがとう。ありがとう。昨日の制服の目公園楽しかったよ。コグがお見送りで何言ったか分かんなかったんでしょ。おしゃんって言ったんで、おしゃんって。昨日の声とても良かったです。てかさ、かきれ直しなの知らなかった。だから前目制服の目いた時にかきれのペンライトを持っていたのは知っていたけど知らなかった。お見送りでメンバーがつって、それみんながやるじゃん。ダメだよ、釣られても釣られちゃう。お見送りにお見送り目隠しして参加して、午後の時だけ目隠し外せばいいんじゃない。それプラス23日買ってた握手券10枚は毎はがくぶちに入れてます。あれね、この写真立てみたいなやつ、あれかシュレッダーですね。もう金欠で中小通わせる、あら、まあでももう締め切り終わっちゃってるんですよ。でもほらみんながみんなが最終日までの券はもう買えません。おしゃん、あ、おしゃんって言ったんだよ。お見送りに参加しないっていう方法もあるから。今後も枯葉ステーションやりたいです。やります、やりたい。次はブスね、これで増えなかったら本気で泣く。悲しすぎじゃない、これで。でもここさ、自分でさメールにも書いたんだけどさ、数えてみたら、カウド、ん、見て、ん、数えてる、なんて言うんだろうね、見てみたら完売しなかったのが幕張の最初の握手会とトーク会、この2日間あったじゃん、あれの4個だけで、だから他は全部完売したんですよ。そう思うと、しかもさ、どんどんさ人増えてきてさ、よかったね。ここです、ずっと待ってたんですけど。ここ何の話してたから、してたか分かんなくなっちゃうんだよね、すぐ。だって1枠しかないな、なんかさ、買いやすいから、1枠は買いやすいから。
そうだよね、完売しなかった時だけね、唯一完売しなかった時だけ。もう滑走路卒業したんで、滑走路卒業したからもう滑走路バイバイしたからもう滑走路やめたのも卒業したの、滑走路滑走路卒業した。てかさ、みんな知ってる？あのさ、お金変わるんだって。お金変わるんだって、いつからか忘れたけど。ね、次は4部がいいな。4部じゃない、あのさ、1部2部3部4部ってあるじゃん、あれの4がいいかも。3月のフェルに行ったほうが優秀だ。3月のね、あ、そうだね、3月のフェル。7月？え、もう7月じゃん、変わるじゃん。お金ゲットしたんですよ、お金ゲットしたの。みんな見る？みんな見る？ゲットしたの、お金。でさ、なんだっけ、さっきさ、制服の目さ当たんないって言ってたさ、この T シャツくれた人いるでしょ、ちょっと出てきてコメントにコメントに出てきて、ちょっとあ、そうそう、今コメント来た。あなたは12期はここだけって言ったでしょうが、一つの木につき一人って言ったでしょう、推しは。なのに他の人の剣を買った、ここはそれを見ました。ダメです、シュレッダーかけてください。説教しました、見ました、ちょうど見てしまったんですちょうど見てしまいました。え、買ったのを見てしまいました。なので、じゃあの額に入れて飾ってください。めっちゃ唇乾燥する。他の人に勧められて買うっていうのはやめてください。ココを勧められてココの剣を買うのはいいですかで、そのお金の話に戻るね。変わるじゃん、見てて。じゃーん、100万円、お金、新しいお金ゲットしたんだと思う。ココの代わりでかい、ココの代わり大きいです。隣のレイに並んでます。ダメだよみんな、え、このここのさ、角さ、あのさ、これ食べたらここの穴さ、ここ穴掘ってさ、掘ってじゃない、切ってさ、あの顔埋めるね。これは魚の魚肉加工品、加工品です。魚肉のすり身ですね、これは食べれるやつです。これ買うときにパパに絶対買うと思ったって言われた、絶対欲しいって言うと思った。ぐんぎょ、え、魚肉って読むの、ほぼに漢字のこと言われてもわかんないな。これで買い物できるよ、お買い物できる。ありがとう、たい焼き。これ何だったの、何だったんだろうね、わかんない、パパに聞いて母に聞いて。こっちゃんの前に卒業する。お、でもさ、なんかメールの返信結構あのみんなのとこ通ってるって聞いたんですけど、
ママが2日ぐらい来てたけど、今日の朝帰っちゃった。ここさ、長野さ、いつ帰ったんだろうっていうぐらいさ、帰った記憶がなくて。そう、一人になっちゃったの。一人になっちゃったのに、またみんなが、あの、推し変するとか変なとこ行こうとするから、もうもっと悲しくなっちゃうから。悲しくなってしまうので、なんかさ、急にさ、なんか自分のファンの人を他の人に取れるのは簡単なのに、自分がファンの人を増やすのは難しい。それはここに魅力がないってことなんですか？悲しい。昨日16人もっと増えたかな。でも推しは増やしちゃよくない、よくない。16人に入れてもらいました、入れました。昨日このお茶を振ってくれてたから、医療を受け入れる広い心。ここってさ、心広くないのかな。16人減ることは、減ったらもうここファンいなくなっちゃうんだけど、ファンの人いなくなっちゃうから困る。それは卵はママがゆで卵にしたので、全部はすでにドスコイ民ですか。そうです。 DB は OK だけど、 OK だけど、もう午後のファンの方になっているのに、あの、増やすのは怒ります。オイラもピンクピンク白振っていたけど、それはもう元からの、元からなのでね。そしたら私が16人目のだ、うわ、ありがとう、ありがとう。 DD は OKOK だけど、あなたはもう一つの木につき一人って言ったからダメ。こっちは負けないみたいにいけ、いや、こうギャルにはなりたくないので、ギャルにはなりたくないね。かけるのの笑い方って特徴的じゃない？どうやって笑ってんだろうね。なんかキキキキキみたいな、わかんない。なんでみんな挨拶で行くの？だったらここのところで聞かせ。もうここさ、先輩とかにさ話しかけ行くの苦手なの。でも、この間ですね、猿ですかって。でも元々猿だから、みんな人間はね。この間制服の面に出た一人の先輩から、ココちゃんの顔とココちゃんの体型が好きだって言ってくれたので嬉しかったです。本当にこう、先輩、自分からこう写真撮りたいですとか、もういけない人だから、楽屋とかでもなんかこう近ければいけるけど、みはるさんは未完全の時でしょ。みはるさんも言ってくれた。あ、制服の上公園に一緒に出た先輩です。大岡さんとに
喋りかけに行けない。大岡さんは、大岡さんはめっちゃ優しいから、もうね、絶対忙しいはずなのに LINE くれるし、午後もさ、大岡さんがさ絶対忙しいなって思うからさ、 LINE はさ送んないようにしてるの自分から。けど大岡さんが LINE してくれてすごい嬉しいの、めっちゃ嬉しいんですよ。なんかさ、DMM でさ、LINE って言っていいのか分かんなくてさ、メールって言ってるんだけどさ。嬉しいね。やだ、大岡さんだと思ったらマネージャーさんが LINE してた、もう怖いんだけど。やだよ。でもなんかさ、先輩からさ、可愛いと思ってたんだよねって、なんかさ、なんか幕張とかさ、愛知の握手会とかのさ、着替えてるところとかでさ話しかけてくれる先輩とかさ、言って嬉しいんだよね。LINE できるでしょ、ここさ、一応さ、大岡さんのファンなのにさ、 LINE できちゃうのやばいでしょ。見て、大岡さん2人いる。やだ、大岡さんはこれと、やだ、ランウェイに入れないで。こちらはもらいました、送ってくれました。こっちゃんの MBTI は大岡さんと一緒です。なんだか忘れたけど、大岡さんと一緒です。あとはどうだっけ、あ、ここにもあるし、そっちにもあるし、そっちにもあるし、なんかね、ここに鏡があるんだけど、そのここら辺も全部大岡さんになってて、ベッドの上も大岡さんになってます。あとはこれとか、これは事務所のロッカーに貼ろうと思って、たくさん入れてます。忘れっぽいな、忘れっぽい、また納涼だ、納涼、もう漢字が読めない。買ってしまった、ありがとう、買ってしまって、みんなさん買ってしまって、みなさん、大岡さんのさメール取ってるんだけどさ、大岡さんのメールに返信できない。今日からご飯は一人です。でももう食べた、スープ食べました。
納涼グッズではありがとう、ありがとうございます。名前はこっちゃんです。ドスコイにすればよかったかな。ゲーム？キャロ君は長野です。今ここは名古屋なので、長野に帰らないと会えませんなんです。オムランドティアンはおーちゃんの SNS、 なんかそう、大岡さんが何を言い出すかと思ったら、あのチームイコエンでオムランドさんがこう投稿したら、もう返信来たらすぐね、いつもあんずさんっていうね、ここも、ね、SNS のアカウントができたら誰にも負けないぐらい一緒に返信しますから。みーたん見てくる、あ、よくない、よくないよ、よくない。でも今おーちゃんはくるみに夢中。ねえ、 TikTok 見出したか皆さん。こっちゃんが大岡さんと TikTok を撮りたいのに悲しいよ。なんかこうやってやってるんでしょ、公演中に。見ましたよ。あ、タワーありがとう。なにこれ、かわいいメイド着てるんだけど、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。これ新しいやつ、このなんか今のやつありがとう。僕もこっちゃんにオリジナル T シャツ送ろうかな。あ、そう、名前呼んでいいんだ。もう名前呼んでいいの忘れちゃうんだよね。ありがとうございます、しんちさん、ありがとうございます。名前を呼んでいいの忘れてしまう。オリジナル T シャツ送ってください、送ってください。レトロ、なんていうのこれ、紅茶、なんていうの、喫茶、紅茶、お、読めた、レトロ喫茶くも。何もねえから、もうアバターの絵は、アバター、今ちょっと忙しくてちょっと描けないんです。でも買いました。終わってたんだけど、なんか紙、これさ、画用紙買った、画用紙。今日のクエ T シャツ、あ、 T シャツね。さ、あの後からさ、同期のさ子たちからさ、こっちゃんと同じ T シャツ着てる人いたよってさ言われた。今日おーちゃんにプレゼント送りました。え、何送ったの。こっちは何か欲しいものがあるの。じゃあ岡さんに送った同じものを岡さんに送った同じものをお願いします。レッスンで使えるようなシャツかな。それでは大きめで L、 そうだね、 L か M かね、そのね、色鉛筆送る、え、ありがとう、嬉しい、色鉛筆ありがたい、使うからね。こっちゃんとおっちゃんにお揃いの服を送り上がる。そうだよ、お母さんと同じものがいい、お洋服とかパジャマとか。あ、鉄道グッズなのね。鉄道グッズか、ちょっとそれは分かんないな、鉄道グッズは。え、なんだろうね。じゃあえ、なんだろう、鉄道、ここは夏のパジャマが一つしかなくて、今干してるので夏のパジャマが欲しいです。
おーちゃんと同じ、オーガさんと同じサイズの服はちょっと着れない、絶対無理だと思う。フリーサイズならパジャマ一つで生きてるんですよ今ね、あのファンの方にもらったおパンチウサギの T シャツじゃないパジャマで。なさあ、ここさ、そう洗濯を、だから洗濯を、そうだね、朝か、そう朝ねしないと。お母さんサイズだとピチピチになる、ピチピチ、絶対ピチピチ、絶対ピチピチですね。え、でもね、皆さんからねもらうプレゼント本当にねセンスが良すぎてね、もう超可愛いです。天気予報ね、今日さあのそうパジャマ今ちょうど洗濯干してて、そう干そうとしたらさ蜂いてめっちゃ焦って、もう冷や汗かいた、もう超怖かった、蜂だと思って、ハチハチと思ってハチなんですよ。洋服のサイズは M、うん、L かな、 L だね、 LLLL です、 LL です。ハチ怖いよね。ちょっとハチが1匹こう洗濯の棒にいてポツンと、八長野には大量にいますよ。だってわかんない、お姉ちゃんが蜂を虫取りのやつでこうやって捕まえて、確かちっちゃい時にね、ここの記憶なんだけど、虫取り網あるじゃん、こういうあれで蜂捕まえて、でその蜂が怒ってお姉ちゃんを追いかけて刺したっていう。あとあのお姉ちゃんがズボンを履いたらその中に蜂がいて刺されたってこれはやばいよね。これはねしっかりとした記憶が、確かお姉ちゃんが虫取り網で取って、それ蜂が怒って追いかけたんだよね。そう、あとズボン履いたら蜂がいて刺された、なんかムズムズするなと思って、そしたら蜂いたらしい。ここまだ蜂に刺されたことないの。お姉ちゃん蜂めっちゃ怖いらしい。こう刺されたことないんだよねまだ。確保失敗したんか。あ違う、これは違うものだと思ってあげたら追いかけてきたんじゃない。あ経験あるんだ。でも何かと思うって怖いよね、蜂怖すぎる。でもお姉ちゃん虫嫌いで、部屋に虫が出た時ここのこと閉じ込めたのでひどいです。お茶のミツバチがある、見てみたい。ミツバチがある蜂のね格好ですね一度、やだ怖いよ。蜂の他にムカデ、うわやだな。え、ムカデって飛ぶの？ムカデってこういうやつでしょ、飛ばないでしょ。バイクのヘルメットの中に、えやだ。あそう、お姉ちゃんね肩に毛虫乗ってね一人で騒いでたことある怖いね。長野ってね虫だらけなんですよ、新鮮すぎてあのなんて言うんだろうね、もう本当にね虫いるんですよ、山だらけなので。ゴキブリさ、見たことないの、ゴキブリ。うわやだな、やめて虫の話するのここからしたのね。ヘビは見たことはあるけど出たことはないな。え、なんか自分のお家とかの近くには出たことない。ね、なんかいるんでしょ、オースとかにゴキブリいるって聞いたことあるんだけど。ありがとうございます、たい焼き。
ゴキブリに会いたくない、やだな。こうゴキブリに会ったら絶対外出れないんだけど、トラウマすぎて。タヌキとか鹿は出る。鹿はあの泳いでたのは見ました。あの水の中をこう泳いでたのは見たけど、タヌキはちょっと見たことない。蜂の子、蜂の子は何それ、こんの黄色いやつで、その辺にいるね。名古屋に住んでいる同期の子から来ました、ゴキブリたくさんいるよって。茶色いのが出たら家に住んで、ね、本当にやめて。でもさ、ここさ家をさ借りるときにしっかりあの除菌してもらったので大丈夫です。あーやだー、もうやめて。本当にさ、こう部屋とかにゴキブリ出たらもう家帰れないな。そしたらもう長野帰ります。とりあえず長野帰って、もう名古屋に帰ってこれなくなりますね。オシス21にカバンを入れたら、カバンの中にゴキブリ入って、カバン、うわやだやだ。いや、泳いでるしか見たから。え、本当の話で、本当の話ね。カラスがね会話してるの見たことある。会話っていうか、ここ固まってたの見た。いや、ゴキブリで卒業しないからゴキブリ出たら、何も荷物持たずに名古屋に、長野に帰って、長野に帰って通います。長野からもう無理です、ゴキブリ。で、トコジラミね、ここさ、あのさ一回さ、なんていうの、こうあのシーンっていうさところさ、熱湯に浸したのね。その時にさ、トコジラミいるじゃん。だから熱湯に浸しちゃったんだけど、もうね、ここさ手にさ赤いさ、こうボツボツっていうかさ、なんかさ、なんて言うんだろうね、こうなんか、なんて言うんだろう、なんか手に赤い点みたいなが、なんて言うんだろう、血管が見えてるみたいなのがあるのだからそれとこちらにかと思った。血管が見えてて、血管がね、その血管とこちらにかと思ってめっちゃ焦った。引っ越す前にちゃんと、なんかやっそういうやつやってもらった、虫出ないやつみたいな。シミオさんは雲出て大阪からママ呼んだ。え、境でネズミ、やだね。ありがとうございます。ありがとう、なんだっけこれ、たい焼き自分で集めといて分かんなくなっちゃった。のみ分かんない、見たことないと思う。ビーチジマさん、あー虫ね好きなのね。ありがとう、たい焼きありがとうございます。だるまたい焼きさんを集めてますね。ちょっと一回牛の話はやめよう、虫の話はやめましょう。虫はダメ、もう一人だから、虫出たらもう午後無理。どうする、こういう夜中とかに虫出たら、ここどこに逃げればいいの。どうする、本当に夜中に虫出たらここどこに逃げる。どうする、虫ねえ、やべ、虫できない。でもさ、同期の日に逃げるにもさ時間がかかるじゃん。
しようね。マキコさん、マキコさんのお家行こうかな。逃げる。やだ、なんかいる気がしてきた。もう変なこと言わないで、虫やめて。最近自分は何を応援すればいいか分からなくなってしまいました。こっちゃんを応援すればいいと思います。大川さんを応援すればいいと思います。いや、虫慣れてないから、虫慣れてないから。虫、虫やめて。虫やめ、虫やめた、虫やめた、虫やめた、虫の話やめた。何の話すればいいか分かんなくなった。もう虫の話しすぎて。終了終了、虫終了。ご飯、ご飯の話。ご飯ね、ご飯は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 何食べましたか。ご飯は何食べましたか。ノーリアが使った、ありがとう。冷製パスタ、冷製パスタ。スープってどんなスープ。スープは、スープは辛いスープです。辛いスープ、ピリ辛のスープを食べました。それがさ、電子レンジだったらさ、あの汁が漏れててさ、こうタッパーに入って、タッパーじゃない、ジップロックに入ってたんだけど、こうやってカップを持ってくやったの。でも下に漏れてるの、汁が少しさ漏れてて、あ、危ないです。あれ、電子レンジで汁物を温めない方がいい、やばいよ。それだけだよ。あと、それとサラダだけ。これ食べてないんだ、食べ物。今思った。全然食べてなかった。そうだね、スープとサラダだけしか食べてない。唐揚げ食べたい。ママに唐揚げ作っといてもらえばよかった。味仙、味仙ね、大川さんのね。いや、なんかダイエットはしなきゃいけないことは分かってるけど、でもやっぱ食べたいから、ちょっと撮影会があるからね。唐揚げめっちゃ好き。ジップロックさ、直接レンジレンジに置いてさ、やったの、汁をね、スープをね。ダメだ今の時代。冷凍、唐揚げもあるけど、やっぱママが作った唐揚げが好きなの。ここは店は一番辛くないやつです。おーちゃんから店のエイリアン誘われたら行く、行くけど見てます、食べてる姿を。それか、ここは辛くないのを食べてます。爆発したっていうか、汁がもう電子レンジに広がってて、ブシャーって広がってて、もう具だけすくい上げて、ちょっと汁入ってたから、それで食べました。コンビニは一人で行けるん。いや、な、一人でどっか行くの好きじゃないんですよ。だから、スーパーも行ってない。スーパーは、スーパー最後に行ったのなんて1ヶ月前くらいだと思う。ママかパパが来た時に一緒にスーパー行くだけ。一人でスーパーは行きません。一人でスーパー行ったのは、ちらし寿司配信したでしょ。それが最後です。コンビニも一人で行かないし。米油の時だね。ここは、
なんだっけ、酢豚が好き。あれめっちゃ美味しい。普段は自分で何も作らないからママに作ってもらったのを食べてる。昼間はだいたいいつも家にいないから、さこさお菓子さめっちゃ食べてたの前なのに全然食べなくなった。3月20日、それで最後です。一人でスーパー行ったの、すごくない？お母さんね、え、ママいない、なんかママはたまにしか来ないけど、あのその時に作り置きでハンバーグとか作ってくれてるから、それを食べてる。レッスン場行けばなんか食べ物ないよ。レッスン場行ったら、あの自分でコンビニと友達じゃないわメンバーと行ってコンビニでね。あとはね、食べ物をね長野から送ってもらって冷凍で、それを食べてる。で料理本をさ2冊もらったんですよ。だから作んなきゃいけないんだけど、自分でスーパー行くのは嫌だ。一人でスーパー行くのは嫌だ。スーパーなんかさ一人で行くの嫌なんだよね。本当にさ一人で無理なんだよね。そうなんですよ。何が嫌なの？一人でどこかに行くのが嫌だから。こないだもさ、あのパルコでピウムのやつどうしても行きたくて、あの行く時も次の日なのに、もうレッスンが終わった後にママを呼び出し、長野から来てもらって、一緒に行ってママは次の日帰りましたっていうぐらい一人でどこかに行くのは好きじゃないです。しかもその次の日があれだったの、トーク会だったの、幕張の。だからママが帰って、でもさ同期を一緒に行くって言ってもさ、誰と行けばいいか分かんない。誰を誘えばいいか分かんないじゃん。しかもなんかやっぱりお買い物はあの家族と一緒に行った方がな、こういろいろ見れるからいいじゃないですか。だからママ電車とか、いや、お母さんと誘っていけないですよ。でもお母さん一人でね買い物行ったんだって。こっちゃんの服と趣味合うメンバーは誰かいる？え、でもさつきちとか、さつきちじゃない？さつきちと同じじゃない？ここ同じような服着てる。こっちゃんが飯田ぐらい名古屋寄りならいいけど、松本とかだとめっちゃ遠いよ。松本と飯田は名古屋から近いです。2時間とか1時間に行けるけど、ここはもっとこっち寄りなのでもっと遠いです。3時間かかります。みゆちゃんね、みゆちゃんでも形状変わったよね。なんかなんて言うんだろう、なんだろうね、みゆちゃんは系統変わったと思う。自分でも言ってた、変わったってなんだろう、みゆちゃんなんだろう。え、でもかっこいい、なんかさ韓国っぽい感じの服着てるくない？遠いんです、名古屋から遠いところに住んでるんですよ、ここは。だから多いんです、名古屋から。うん、ね、こっちゃんの系統剣道やばいね。韓国系
韓国系。でも真紀子さんとかさ、韓国って感じじゃない？最近結構、まあ、特急しなのか車とか。そうだね、車でも3時間ぐらい。混んでる時は、めっちゃ渋滞の時は6時間ぐらいかかった気がする。6時間 ?5 時間え、こんなめっちゃかかった。もう長野から通うなら東京の方が近いね。楽？近いっていうか楽なんだよね、多分新幹線が通ってるから。そっちが公認で一人暮らししてる。でも実質一人暮らし始めたの高1ですよ。高1。なんか本当にさ、長野でのさ高校生活本当にあっという間だった。でもオーディション受けたのってさ、いつ？高校入ってすぐじゃない？多分オーディション受けたの。全然もうそのさ、なんかさ、その長野の高校にそのここさ、勉強しないとさ勉強できない人だからみんなそうかな分かんないけど、こう本当に勉強しないと勉強できないのだから、まあ、頑張って入ったわけですよその学校に。だからその学校にこうなんかその全然通う気でいたの。オーディション受けた時は長野から通う気でいて、長野から NSK のね、練習とか全然通う気でいたの。ずっとずっとっていうか受けてる時とかは通う気でいたんだけど、やっぱりもう平日とかまあなんかさ、なんて言うんだろう、ボイトレとかレッスンとか、まあ、最悪なんかこう平日はいけませんって学校で休むこともできるけど、でもここは絶対追いつけないから休んでたら絶対追いつけないから、こうなんかさ平日は学校途中で早退して電車に乗ってレッスンして夜行バスで帰って次の日学校行ってみたいな生活をしてたんだけど、やっぱり無理だなと思ったの、その生活をしていくのは。しかもさどんどんこう大変になってきてさ、だからもう転校してよかったって思った。もうこれ転校してなかったらもうやばかった絶対。でも転校してなかったらなんだろう、制服の目公園とか絶対もう平日とか出れなかったと思うしね。大変だね。長野、東京、長野で新幹線乗り換えとかね。眠くて勉強、うん、めっちゃ眠かった。睡眠時間3時間とかだったもん。全然寝れなかった。でもさ、なんか最初にさ応募条件に劇場から通いできる方みたいな書いてあったからさ、それでさ最初通えるかとか思ってたんだよね。ありがとうございます。でもなんかバスで帰ってご飯食べるのはなんか好きだったその時のね考えは本当にね甘かったね。もうね通える、なんか特になんかそう本当にねやってみないと分かんない。これは遠いからね、新幹線通ってないから大変なんだよね。
大学はこう高校を転校した時の学校の先生に大学は行った方がいいって、絶対行った方がいいって言われたので行きます。アイドルね、思ってたよりね大変ですね。本当にやってみないと分かんないんですよ。やってみないと分かんない。3時間、しかもそれがなんか夜行バスがなんか運休してるところとかもあって、その松本までしか行かなくて、松本からまたそこから時間かけて家まで、あの深夜にパパに迎え来てもらって、そっからバスから家まで車で帰ってて、だから結構時間かかってたんだよね。そうバスで、あの名古屋からバスで松本まで行って、松本からその自分の家に車で帰ってたから、パパも大変だったし、ココは眠かったし。ね、パパだって行きもさ松本まで来るんだよ、そっからさ帰ってさ、やばいね。そうそう、でもなんかさ前より今の方が大変かも、急に大変になったかもしれない。急にさ、そう。でもね、そう聞いてほしくて、なんかそのココが高1の時に長野から名古屋通ってた時、夜行バスがあったから帰れてたんだけど、長野にちょっと早めにっていうか、こう急いで帰ってっていう感じで帰れてたんだけど、夜行バスなくなっちゃって、なんか運転手さんがいないみたいで、そう、しかもバス乗ってる人があんまいなくてね、だから夜行バスなくなっちゃって、今通ってたら本当に平日通えてなかったの。だからそこに関しても本当にね、なんか転校するときめっちゃなんか転校するのかと思ってたけど、でも今も本当転校しなかったら本当にやばかった。なくなっちゃったね、夜行バスが。だからね、やばかったね、本当にやばいよ、転校しなかったらやばかった。なんかみんなだからバスの運転手さんやって。本当にね、新幹線が通ってて欲しかった。でもさ、なんかさ新しいやつできるじゃん、あの大岡さんもさ、なんかでのなんだっけ早いやつ、あれもさ飯田までしか行かないらしくて、だからもうそれも乗れないんですよ。リニアか、それでもあのここより、あの幕張まで会いに来る皆さんの方が大変です。大変ですね。みんなバスの運転手さんして、みんなバスの運転手さんしてください。夜行バスないの困ります。長野に帰ろうと思っても帰れなくなってしまう。ありがとうございます、たい焼き、ありがとう。みんなバスの運転手さんしてね、バスの運転手さんしようね。長野でさ握手会してくれたらいい。特急シナノ使いますよ、特急シナノ、いつもだいたい特急シナノだよ。特急シナノさ、遅れるんだよね結構、だからユニットのフリーでの時とかも、なんか後から一人でやってもらったんですよ、自分の台入ってるユニットのやつね。
長野学士会はもっと来れないと思う、みんな大変だと思う。キシナの揺れるね、だからママも酔ったって言ってた。そう、なんかね、鹿とぶつかっちゃってね、止まることとか、あとは石が落ちてきたとか、あと何だったかな、あと雨、大雨で止まったりとか、あとはなんだろう、こうめっちゃね止まるの、めっちゃ止まるのさ、本当にね、なんかさ、愛知で握手会がある時とかに泊まったらもうそこの会場行けないので行けないので困っちゃうんですよ。クマ、クマはちょっとぶつかったことはない。そう、めっちゃね雨で泊まるんだよ。だからオーディションの時も特急車なのでママと一緒に行ったんだけど、最終審査、最終審査じゃないのは車で行ったけど、前日から泊まりで行ったんですよ。最終審査はちょっとあのね、この緊張してるじゃん、だから行ったんだけど、その帰りも大雨で泊まってめっちゃ電車乗ってためっちゃ帰り遅くなっちゃった。だからにね、なんかさ、ちょうど受けたのがさ高1じゃなくてさ中3とかだったらさ、ちょタイミング的にもさよかった。あ、その時はあれらしい、2時間止まったらしい、だから5時間いました5時間いたんの、電車の中に。え、長いね。こう6時間とかいたことあるよ、電車の中に普通に。そう、みんなだから特急シノノに乗るときはしっかり天気予報見ましょう。オーディションの時は5時間で、ユニットの時は、フリーレンの時は6時間ぐらい。パパが名古屋に特急シノノで来た時も止まって何時間ぐらい、7時間ぐらい乗ってたのかな、すごい、なんかめっちゃ長かった。車内販売なしなので、止まったらだからみんなのしっかり止まることを予想して、食料はしっかり持って乗りましょうそう、ないから飲み物とか食べ物とかはしっかり持って乗った方がいいよ、お腹空いちゃうから。でもね、しょうがない、止まるのは安全のためだからしょうがないです。天気予報を見てもね、もう天気予報だけじゃないんだよね、石落ちてきたりって止まったりするから、本当に特急車なんですかね、あの行くやつがないんです。死なんの数年後に死んじゃう、そうなの、安全のさ、安全じゃなかったら困るから、安全のためでしょうがないですね、それはね。鹿は車、ありがとう、たい焼き日本から来てます、長野から、長野だよ、中国から来てないよ。すごい、山から動物とか、そう、鹿が結構止まる。合わせメールは送ってあります。手動ドア、手動ドアね、手動、あ、ある、あるよ、手動ドアありますよ。鹿がね、鹿とね、使っちゃうの多いか。
その叱って大丈夫な。今思うとね、よくさ次の日学校行ってたって思った。でもさ、めっちゃさ毎日のように学校休みたいって言ってたけど、単位がもうやばいので頑張ってましたね。そう、めっちゃね、そうだね、なんかさ体調崩した時にさ学校行けなくなるのがね、そうやばいから。のアイブ、アイブしてますよ。質問。ね、単位取れてなかったら大変だったけど、今の学校もうやばいです、やばいです、やばいんです。頑張りましょう。やばいでしょ皆さん。でも姉ちゃんに会ってない、1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上会ってないわ。めっちゃ会ってなくない？学校通うのってやっぱり大変なんですね。こちゃん、どうして長野の山奥からスキーしたの？SKE 知ったの？ SKE 知ったのはあれです、パパが好きだから。小さい頃から見てたんですよ、テレビで。でこう赤点取ったことないから、取ったことないから。これ本当にね、ここさ、あの SKE に入るまでに1回しかテストをSKE に入るまでに1回しかテスト受けたことなかったんだよ。そう、高校入ってね、そのテストめっちゃ頑張ったの。めっちゃ頑張ってて、でもさこう通うってなってさ、受かって通うってなって、その時にその次のテストが赤点は取ってないけど、あのでもね、なんかね、そうなかなか勉強がね、全然追いつけなかった。もう何を今やってるのか、いや一回休むと分かんないじゃん、数学とかって。一回休むと何やってるんだって感じじゃん。もうそういえばお父さんは次誰を押すの？なんかハタゴンさんのファンクラブ入ったみたいな。そう、でもパパ、ミレイさんも辞めちゃうからパパねパパよく分かんない。でもなんか伊藤美希さんにハマりそうって言ってました。入りました。お、ようこそ。あ、そっか、伊藤美希さん推しの方ね。声出し公演、え、そう、そう、ここさ、ハタゴンさんの声出していこうぜ、これ卒業公演に行くっていう約束をハタゴンさんとしていたんです。していたら、あれと被っちゃって、なんだっけ、名前が分かんない。の夏のやつです。え、 SKE ね、あ、そうそう、ガールズフェス。待って、めちゃくちゃびれそう。ガールズフェスとかぶっちゃっていけなくなっちゃったえ、6月30日だよ、卒業公演。え、なんかでもパパはね、パパは、でもパパってさ、
なんかよくわかんない、よくわかんない。だってパパはずっとだよ、ずっとだよ、もうずっとだよ、ずっとずっとだよ。ホイテッドグループのファンはずっとじゃない。だってさ、みんなでさ、小さい頃さ、総選挙のところまで行ってさ、ここがさ、お姉ちゃんが行きたいっていうか、ここが入れなくなったっていう。パパ、そうだよ、グリユイさんだよ。ありがとう、お題焼き。そうだね。だってパパは、パパってほんといろんなとこ飛び立ってた。でもさ、握手会とか行ったことなくて、パパライブはあるけど握手会とか行ったことないの。今まで初めての、初めてがハタゴンさんでツーショット会なんだけど、初めてがハタゴンさん、最初で最後だった。ハタゴンさんがもう行かないって言ってた。もう恥ずかしいから行かないって。まだ未だに写真見せてくれない、ハタゴンさんと撮った。ライブは行くけど握手会とかは行ったことない。だから最初で最後でした。つなげさん、ミレイさんもさ、ミレイさんもね、一瞬でも全部売り切れちゃった、行けなくなっちゃった。ツーショットの写真まだ2人しか届いてないんですけど、2人しか届いてないんですけど、300万入るのに2人しか届いてないんですけど。え、ハタゴンさんはコウのパパ知ってます。写真、そう、みんな送って、送っても名前と顔一致させたいんです。いや、なんかさ、見たことあるんだけど自分のファンの人じゃないのかなって思うんだよね。制服の上とかでファン、自分のファンの人だったようなみたいな、なんかよく見る人っているじゃないですか。皆さん送ってあげてください。ドスコイのパパって名乗った、え、なんかハタゴンさんが気づいてパパが言ったみたいな。コウホのあのクリアのシングルの32枚目のシングルのトレカとハタゴンさんのあのサンリオとのコラボの名前のやつを挟んであって、それでハタゴンさんが気づいて、あ、ドスコイのパパですって言ったらしい。そう、写真を印刷しておく、僕送りましやん、送ってください。てか、あなたは、あなたはあの12期あのなんか作ってたじゃん。これ分かりやすいからね。ちょっと終わった後なんか食べよう、お腹すいた。さすがにスープとサラダだけじゃここは生きていけなかった。お腹すいちゃった。どうやって送る、送ったらシュレッダーされしないよ。ここはしっかり作って、アルバムがありますから、アルバムに入ってるからしっかりね、名前書いてある、入ってある。なぜそれを見ているのですか。見ましたよ、見ました。え、撮ったやつ全部送ってね。ましたよ。12期はダメだよ、他の木は許してるからダメだよ。12期はここだけで。いや、2枚だけじゃないよ、2人しか届いてないけど6枚入ってるから、6枚入ってるから。プ
リントして、そういうことプリントして送るってこと。まとめておかないと送料高いの。枕終わって、枕終わってから、ありがとう。ドスある、ドスある。おーちゃんとのツーショットの、あ、いいよいいよ、送って。あ、ちなみに自分の顔隠さないでくださいね、あの名前とかを一致させないので。違うメンバーとの写真、え、違うメンバーとの写真いいよ、送って。ありがとうございます。いや、ダメだよ、あー、違う人のペンライト振ってるとかバレるから。いや、でもね、本当に顔と名前を一致するために本当に送ってほしい。12期だけど、いや、誰かのところ行ったら、え、でもなんか来るよって言われた。なんかこっちゃんのさ、ふにゃらのファンの方いるじゃん、来たよって言われたから、もう知ってるから。会話するよ、誰々のファンの人来てとか会話するから、報告会あるから。メンバー同士情報、いや、しますよ。初期、え、でも初期の時にそういう話をしたから覚えられちゃって、その人が覚えられちゃって、あーみたいな、もうやらかしたと思った。実際言うのよくなかった。ちょ、もう言うのやめようかな。そういう話で名前が出るにはご挨拶回らないといけない気がする。いや、でも大丈夫。あなたは出てない。あなたは出てないから大丈夫。でもみんなにこうやって言っとけばね、行かないから。おかげさまでかけるに爆笑、知ってます、昨日のお見送りで爆笑されてるの見ました、指さされて。ダメだよ、よくない。コウが多分そうやって名前言っちゃったから覚えられちゃったんだけど、ショールーム感じ、え、前は知ってたけど、今は知ってるけど、見てるけどね、大岡さん、大岡さんと3人で話したね、ちょっとだけだけど。空歌ママは自力で、あ、自分だけのものなので、こうだけしかやってないこのアルバムでこうね覚えるの。あなたはやっててないわ。だって出てるって言ったらどうせ行くでしょ。自分も写真送ればもう顔覚えてくれますか。え、覚えて、もう覚えてるけどね、もう覚えてるけど、送ってください。アルバム他のメンバーに見せないよ、見せません。オイラも出てないって、いや、よく出てるな、よく出てるな、よく出てますね、あなた。前にオクニャンさんに、あなたアイコン、あのアイコンの人。チェリキは多分こっちにしか顔バレしてないはず。ないならこっちに呼ばれて、で、どんな、いて、え、なんで。いや、能量グッズみんな買ってね、みんな能量グッズ買ってね、買ってね、買ってよ、ありがとう、ありがとう。このアルバムは宝物なので、みんなたくさん送ってください。このアルバムは誰にも見せません。家族には見せますけど、
なあ、お姉ちゃんとパパとママは見るけどメンバーは見ないので、パパありがとう。今は6枚です。300枚入るのにあと 6枚しかない。300枚入るのに6枚しかないの悲しいでしょ。なみさけに、そう、さやぴんに DD だった。さやちゃん、さやちゃんね、次のトーク、ん、次ツーショットか、ツーショット会で久しぶりに会うね、さやちゃんの。え、6枚だよ。ちなみに今入ってる人のやつはママには見せました。あ、パパにも見せたわ。パパにも見せた。お姉ちゃんはまだ名古屋に来てないから。いや、そんな電車に忘れないですよ。みんなツーショットじゃなく、あの、ツーショット送ってね。ママとパリにしてたよ。お姉ちゃんの、嘘だ、お姉ちゃんにも見てもらえるんだよ。送りな。あ、やばい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 、物字を読みます。物字を読みます。いきます。13位、くまさん。12位、エイゼさん。11位、群馬のたーちゃん。10位、うどん屋さん。9位、カラムーチョさん。8位、ナカピーさん、ナカピー宮崎県さん。次7位か。7位パンダの太陽さん。6位銀河の踏切さん。5位、ね、なんかこれ見えないよ、豚足の、あ、豚足の大ぐらいさん。4位中さん。次何位、あ、3位だ。3位キスケさん。2位さやじさん。1位しんちさん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、でもここやっぱり豚足って呼ぶんだった。豚足じゃなくて豚足って呼ぶんですよ。もうなんかさ、その後ろから読んでくじゃん、だから分かんなくなっちゃう、次何位に行くのが。バイバーイ、おやすみ、おやすみ、食べる、なんか食べます、バイボーン、バイバーイ。